はいどうもコンジャパンは日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、ウィニングイレブンアプリの話がようやくできるということで、アプリ版にもですね、大型アップデートの日にちが来ました。まあ、以前ですね、大型アップデビューの予想をね、させていただいたんですが、まあそちらの通りとなりましたね。ということで早速見ていきたいと思いますが、皆さんの方にもですね、アプリ画面の方でね、すでに出ているかなと思いますが、ご覧の通りとなっています。ウィニングイレブン、e フットボールね、ウィニングイレブン2021へのアップデートのため、長期間のサービス停止を伴う大規模メンテナンスを実施いたしますということで、これがですね、大型アップデートになっていますけども、まあ下記の通りですね、10月12日の0時から10月15日の6時までという形になっていますので、大型アップデビューのね、日本時間を見ていきましょう。こちらですね、10月12日の日本時間9時から10月15日、日本時間の15時までアップデートがかかるという形になっていますね。ただ、こちら延長の可能性もあります。というかですね、ほぼほぼ 100% 延長しますので、まあ本当に2017から18、18から19、19から20の時も延長しましたんで、2021の時も間違いなく延長するかなと思いますんで、そちらだけね、頭の片隅に置きながら、まあイライラせずにね、待っていきたいところかなと思いますね。まあ、本当に毎年毎年ツイッターがね荒れるというようなことになっていますけども、まあ今作に関してはまあ長い目でね、見ていただければと思います。でここからはですね、大型アップデートの概要を見ていきたいと思いますけども、大型アップデート概要こちらになっていますね。10月19日の、15時から、プレイオープンが始まるという形になっていますが、このプレイオープン期間というものはオンラインができなかったりイベントがない、ものとなっています。まあただですね、ガチャに関してはスタンダードガチャは引けるというような形になっていますので、ウィニングイレブン2021で強化された選手なりをですね、ぜひ、ゲットしていただいて、あとね、後ほど注意点としても挙げさせていただきますけど、まあ TS 上げだったりね、やっていただければと思うんですが、本格始動となりますのは10月22日の15時からですね。で、次の日がね、僕の誕生日でもあるんですけども、10月22日の15時から本格始動となりますので、ここからはですね、おそらくオンラインだったりイベントはできるかなという予想もしてまして、ということで、まあ、ウィニングイレブン2021一番の注目点がここかなと思いますが、初のフィーチャードプレイヤーはいつ来るのかというところですよね。FP がいつなのかというところを予想していきたいと思いますが、10月15日の15時からプレイオープンが始まりますけども、このプレイオープンに関しては FP は出ないんじゃないかなと思います。15日に関しては木曜日なんですけども、こちらの週間 FP は PS4 のみで来るかなと思いますので、まあアプリの方はですね、残念ながら15日の FP は引けないかなと思いますが、10月22日の15時から本格始動となりますので、この1週間後の木曜日の週間 FP に関してはですね、引けるかなと思いますので、いや早速1週間後にね、週間 FP が出たらかなり激アツかなと思いますし、しっかりですね、レベルマンのノルクションの方もね、出していきたいと思いますけども、この10月22日に初 FP が出るんじゃないかなと思いますね。ただですね、注意点が一つありまして、ウィニングイレブン2020アプリ版ですね。2020アプリ版はですね、こちらの PS4 で来た週間 FP も引けるというような形になっていましたが、これはですね、予定通り、アップデートが終わっていたら来るはずだった週間 FP となっています。というのもですね、アプリのアップデートに関しては3日ぐらいね、延長しましたんで、その影響でこちらの週間 FP は PS4 のみで来たという形になっていました。これがですね、予定通り終わっていたらアプリの方にも初登場の FP として、搭載されていたかなと思いますが、残念ながら大型アップデートが押しに押した影響でこちらの週間 FP はアプリの方では来なかったという形になっていますので、10月22日の15時から、本格始動となっていますが、10月22日の週間 FP を今引けるかどうかというところはまだ正直大型アップデートがですね、延期めちゃくちゃするので、ここはわからないところですね。ただですね、ウィニングイレブンアプリ2020では次の週のクラブセレクションはしっかり引けたという形になっていますので、まあ、遅くてもクラブセレクション月曜日には来るんじゃないかなと思います。ですので早ければ木曜日の週間 FP、 遅ければクラブセレクションを引けるというような形になっていますので、プレオープン期間からですね、まあ、1週間後には FP が登場するんじゃないかなというところですかね。ちなみにこの初 FP がね、どんなのだったか見ていきたいと思いますけども、こちらですね、ナポリ、ローマ、チェスカ、モスクワ、ゼニトということで、こちらがアプリの初 FP となりました。いや懐かしいですね。今思えばね、本当にこのガチャでしかチャルフだったりバリオスはゲットできなかったので、いやその後もどんどん出てくるかなとは思いましたが、このガチャのみでチャルフとねバリオスに関しては出てきましたので、いや本当にこの時引いておきたかったなと今になってそう思いますね。まあただ月曜日のクラブセレクションだったり週刊 FP はね、誰が出てくるかは分かりませんが、まあ、本当に10月22日もしくはその次の月曜日のクラブセレクションにかなり期待な部分かなと思いますね。ということで、まあ初 FP は10月22日かもしくは月曜日になってくるかなという予想ですね。
で、ここからはですね、プレオープン期間の注意点をね、ご紹介させていただきたいと思いますが、10月22日からね、本格始動となりますので、それまでに、自分ができることというところとして、まず TS 上げですね。ここが一番大きい部分かなと思います。2019から2020の時はですね、監督の戦術適合率も、選手の戦術適合率もすべて、一旦リセットとなりましたので、一律 TS がね、99から全員下げられたという形になっていますので、まあ、なるべく早くこの TS を上げる必要があるかなと思いますので、このプレオープン期間はまあオンラインできませんし、ツアーもおそらくないかなと思いますが、シーズンマッチに関してはできるかなと思いますので、とりあえずこのシーズンマッチのねシムなり、自分で動かす方なりで、TS を早く上げていただく必要があるかなというところですかね。で、あとはまあスタンダードガチャ、まあ、引ける方はですねぜひ引いていただければと思うんですが、やはり、まあ、2021に関しても FP だったりアイコニックに関してはどんどんできてくるかなと思いますので、まあそのアイコニックに関してはですね、昨日動画にさせていただきましたので、ぜひね概要欄の方からチェックしていただきたいんですが、まあただ一番やるべきこととしては TS 上げになってくるかなというところですね。で、最後に選手の在籍に関してね見ていきたいと思いますけども、在籍情報に関しては10月15日にプレイオープン期間始まりますが、おそらくその時には最新の在籍情報とはなってないかなという予想ですね。というのも PS4 でこちらの画像が出てきてまして、10月22日配信予定のデータパックにて最新の情報に更新される予定となっていますので、10月22日、まあ、本格始動の際のアップデートによって、おそらくまあスアレスがねアトレティコに入っているなり、ハメスが、エバートに入っているなりしているかなと思いますので、 PS4 の方でもまだバルセロナだったりあってレアルマドリー所属となっていますので、この10月22日以降に選手の在籍や最新情報に更新されるかなと思いますので、そちらだけで、ご注意いただく点かなというところですかね。ということで本日はですね、ウイニングレブンアプリ2021大型アップデビが決定したということで、まあ注意点なりですね、大型アップデの概要を見ていきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ今までのね注意点なりっていうものは、まあ今までのこの、17181819192020201の、経験を踏まえた注意点になりますので、まあ2021がねもう めちゃくちゃ変わるというところではないかなと思いますが、まあ本当に変わる点もあるかなと思いますので、そちらだけね、ご注意いただければと思います。まあ変わる点で言ったらですね、監督だったり選手の適合率が、まあ、99のままね引き継がれることが一番いいかなと思いますが、まあ、全てリセットとなりますので、本当にプレーオープンの期間はオンラインできませんし、ぜひ TS 上げの1週間になればだと思いますし、まあ、その後の週間 FP なりクラブセレクションですよね、あそこら辺の初 FP にもかなり期待な部分かなと思います。まあ、分かり次第ですね、自分の方でも早速動画にしてレブマノレクションも上げていきたいと思いますので、2021の方もどうぞ、皆さんよろしくお願いします。ということでですね、2021ウィニングレブンアプリもっともっと盛り上がっていければと思いますので、最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。